腰、肩、背中の不調を自動的に楽にしてしまう重症な方ほど勝手に改善していく施術をしない自動治療をお伝えしています。門下生の皆さん、ゴッドハンド通信をご覧の皆さん、こんにちは。 AKS 療法開発者の山内義弘です。普段はですね、腰痛、肩こり、駆け込み寺っていうセルフケアチャンネルを運営している私ですけれども、今回はゴッドハンド通信のチャンネルの方にね、お邪魔して一緒にコラボさせていただくってことで、今日はですね、僕のチャンネルでも未公開だった肩関節のセルフケアを皆さんにお伝えしていきますので、ぜひね、一緒にやってみてください。普段ね、私の方のチャンネルの方では首こりやね、肩こり、そして五十肩で悩む方が非常に多いんですけど、やっぱりね、デスクワークのしすぎとかスマホの見すぎでずっと同じ姿勢で、手も同じ姿勢で作業とかしているので、首こり、肩こり、そしてね、五十肩、手が上がらなくなるっていうね、訴えを言う方がすごく多くなっています。特に今回ね、ちょっと6月にも入って雨がね、これから多くなっていくので、どうしても外で運動する機会が少なくなると、やっぱりね、首こり、そして肩の痛みにつながってしまうので注意してくださいね。またここ最近暖かくなってきて、いろいろスポーツをね、再開したっていう人も多いと思います。その中でやっぱりね、成人の方だとゴルフとかテニスとか、こうやって手を振ってスイングするスポーツとかをやってる方が多いと思うんですけど、そうなると運動中に肩を痛める方っていう方も多いと思います。ですので、今回のね、この皆さんにお伝えする未公開の肩関節のケアっていうのは、まずね、手をしっかり上げられるようになる。五十肩っていうのは治ってもね、なかなかこの辺りで、これ以上なかなか最後の一上げができないよっていうことで悩んでる方がいると思います。そういう方っていうのはきっと諦めて、まあこのぐらいでいいかっていうふうに思ってる方いるかもしれないですけど、今日はその最後の一上げができるようなセルフケアをお伝えしていきます。またね、さっきも言った通り、スポーツで活躍するための五十肩、そして肩の痛みを改善する方法っていうのは、小円筋って言って、この肩関節をしっかり上げ切る、もしくは投げる、打つ、この時に肩関節をしっかり固定してくれる、その大事な場面で活躍してくれるこの小円筋、このセルフケアを今日実践していきたいと思います。まずですね、肩関節の機能の検査をしていきます。まず手の挙上なんですけど、親指を上にしてこんな感じですね。そして前からこうやって上げてみてください。こんな感じですね。僕今この辺で止まってしまうんですけど、この実際のちょっとこれ痛いですけど、実際にしっかり上げ切ったところよりも結構手前で止まっちゃう方多いと思います。もしくはね、なかなか手が上がらない方もこの運動は適しているので、ぜひやってみてください。私の場合は今この辺でちょっとね、止まってしまいます。そしてもう一個の確認です。まず手のひらを下にして、こうやって90度こうやって肩関節をね、屈曲してください。そっから肘だけをこうやって曲げます。こんな感じです。ここでどれだけ内ひねり、この内ひねりをできるかをちょっと確認してみてください。僕はね、ちょっと硬くてこの辺です。で、左は私調子いいので結構この辺まで行くんですよ。なので理想は30度ぐらい、これ回旋してくれる。すごく機能がいい方は45度ぐらい行くと思います。なんですけど、これが10度ぐらいしか行かないよ、僕みたいにね。もしくは全く行かないよっていう方は、これ小円筋が硬くなっている証拠なんですね。ですので、小円筋の機能を高めて可動域、しっかり可動域を作る、そして小円筋を働かせて手をしっかり上げるようにする、このね、セルフケアを今からお伝えしていきます。まずですね、小円筋の硬さ、凝り固まりを緩める筋細胞ディープリリースっていうセルフケアをね、皆さんにお伝えしていきます。どういうふうにやっていくかっていうと、小円筋をわずかに働かせながらもじわっと優しくストレッチしていきます。実際にね、やり方をお見せしますので、ついてきてください。まずですね、さっきの検査のシーン、この姿勢をとってもらって、手のひらを下にして肩関節90度屈曲して、これで肘を曲げます。そして少しだけ2、30度こうやって上に上げた C を取りましょう。これが開始 C です。もうこの姿勢を取るだけで、この前腕の重さを支えている、その支えが小円筋の収縮を生み出します。そして小円筋が収縮しているんだけど、ゆっくり5秒かけてこの前腕を内ひねりしながら下ろす感じ、こうやって下ろすことによって、小円筋は収縮させてるんだけど伸ばされるっていう、小円筋、つまり肩関節の深部の筋肉のコリをほぐすことができるんですね。そうすると肩関節の可動域制限が一気に上がるので、ぜひやってみてください。この運動を5秒かける運動を5回一緒にやっていきますので、一緒にやっていきましょう。ではまず開始 C で5秒数えますよ。一緒にいきましょう。1、2、3、4、5、戻して2回目、1、2、3、4、5、3回目、1、2、3、4、5、4回目、1、2、3、4、5、
ラスト1、2、3、4、5。はい、お疲れ様でした。こんな感じですね。そうすると筋肉のコリしっかり剥がれて筋細胞ディープリリースが完成します。これでね、さっきやった検査をもう一回やってみましょう。こうして手をこうやって、かなり可動域改善してますよね。皆さんも多分かなり改善したんじゃないでしょうか。これによってこの筋肉の深部のコリがほぐれたことになります。これによってね、かなり日常生活、首のコリ、肩こりも改善することになりますし、五十肩も改善するでしょう。ただ私たちは筋肉をほぐすだけではなくて、筋肉を働かせて、筋肉が活動することによって肩関節を動かす、これが大切なんですね。なので筋肉っていうのはただ緩めるだけではダメなんです。筋肉は縮んでなんぼなんで、しっかり働かせてあげるアプローチをしていきましょう。それが私がね、新開発した神経筋ファシリテーションっていう、筋肉の働きを格段に改善させるテクニックを今回ね、皆さんにお伝えしていきます。このね、テクニックっていうのはもう本当に簡単に、普段日常で何気ない動作で私たちって自分の身を守ってるんですけど、それを利用した自動的にね、筋肉の働きが良くなるようなテクニックを今日お伝えしていきます。筋肉を働かせるときは、素早く筋肉に筋肉が伸ばされたよっていう信号をさりげなく与えてあげると、結果その反動で自動的に勝手に筋肉が収縮してくれるようになります。今回この小円筋の働きを良くするアプローチっていうのは、特に男性にとっては馴染みが多いかもしれないですけど、手を洗った時にその後ハンカチを持ってないことが多いので、どうしてもね、その場で水を切る、こんなことをしてしまいます。その水を切る行為を皆さん想像してください。手にね、水がついていて、こうやってパッ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 、素早く水を切りますよね。実はこの水を切るこの行為が、小円筋を緩めるこの刺激にもってこいなんですよ。でどういうことかっていうと、ただ水を切るときってゆっくりやるわけではなくて、素早く切りますよね。こうやってパッパッて、これによって小円筋がしっかり働くようになるので、皆さんこれから一緒に、もうね、両手でいいので10回連続で水を切るイメージで、これ10回ね、手を振りましょう。では行きますよ、一緒に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。たったこれだけです。これによってもう自動的に小円筋の働きが改善しているので、皆さん、ではさっきやった手の挙上をやってみましょう。では行きますよ、かなり改善していると思います。いいですよね。皆さんどうでしょうか。改善しましたよね。素晴らしいです。筋肉を緩める、緩めた後はただ緩めっぱなしじゃなくて、必ず刺激して働かせるようにする。こうするとただ痛みが改善するだけじゃなくて、一生ね、自分の筋肉が働き続けてくれて、自分の健康を維持守ってくれる仕組み機能が手に入るので、ぜひね、その考えを持って一緒にね、これからもセルフケアに取り組んでいってくれたら嬉しいです。本日はね、なぜゴッドハンド通信さんとこのようなコラボをさせていただいたかというと、今回ですね、AKS 療法の最新かつ完成版として開発された新 AKS 療法を公開させていただくことになりました。ありがとうございます。ここではですね、 2.5 秒痛みのセンサーに触れるだけで、手術宣告された重症な、ね、方ほど自然に勝手に改善していく施術をしない自動治療をお伝えしています。さらに3つの質問をするだけで、その不調の原因を暴いて施術法まで分かってしまうフローチャート、新絶対的治癒プロセスまでついたコンプリート版となっています。現在そんな新 AKS 療法の無料映像を公開中です。腰、肩、背中の不調を自動的に、そして一気に楽にしてしまう施術をしない自動治療のやり方を解説しています。そしてさらに2つの主義、セルフケアまでも見れてしまう大ボリュームのね、無料映像を本当に手に入れられるので、ぜひ概要欄の方からね、チェックしてみてください。僕のね、駆け込み寺のチャンネルの方でもこの新 AKS 療法を使った主義を公開しているので、ぜひね、チェックしてみてください。それではまた次回。